駅から散歩してみたいと思います。何でしょうか、迷子スリンですね。さあ行ってみたいと思います。蜃気楼の見える街魚津です。水が流れてますか、ここ。長い水、水が流れてます。ちょっと大洲市のイメージキャラクターはミラタンです。駅前ここは湧き水が、水が豊かですよ。駅前水が湧いてましたよ。あの水が飲めましたからね。ここはその富山の山々から来る水がここで湧き出てるってことです。さあ大洲駅散歩です。愛の風富山鉄道のカートを作りたいと思います。かなり恐怖感ありますよ、ここ。頭危ねっすよ、ここ。どれまで低いっすよ、ここ。すごい狭いガードです。こっちのちっちゃい方が富山地方鉄道じゃないですか。降りました。ここも冬は雪がすごいんでしょうか。道の真ん中にスプリンクラーですね。目の前に見えるのは、あれは学校でしょうか。なんか面白い時計台がありますけどね。時計台があります。空はどんよりしてますが、なんか雲が神秘的です。それが蜃気楼の街大洲なんでしょうか。不思議な時計台になっております。幹線道路でしょうか、ここは。野崎小学校ですね、ここは。駅に置いてあったあの埋没林ですよ。林が埋没してるっていう特別天然記念物ですよ。ちょっと今日は見ていく時間はないので、想像だけしたいと思います。次の交差点ですかね。次の交差点を右ですかね。そこら辺に神社があるのか。あー、見えてきました、見えてきました。なんか森、木がうっそうとしてるところ、だいたいところが神社ですからね。大洲神社ありました。入り口は反対側ですね。参りましょう、反対側に。やっぱり前から入りたいでしょう。せっかく神社に来たんですから。さあ大洲神社来ました。大洲神社です。さあ来ました。あちらですかね、大洲神社の本当の正門は。怖い大洲神社がやってまいりました。素晴らしいです。じゃあ大洲神社お参りしましょう。大洲神社でございます。こちらは狛犬です。水が出てますよ。あー、ちょろちょろの手水でも令和系です。常に出てます、手水は。あー、いいです、いい感じです、ここ。さあ、じゃあお参りしたいと思います。さあ、大洲神社お参りしたいと思います。お、立派ですよ。鳴らすところもあります。鳴らしたいと思います。ということで行きましょう。なんか社務所が閉まってました。とりあえず行ってみますか、海の方に。かけがえのない自分の人生を、そのまま受け取れない自分がいる。
素晴らしいうんちくがありました。このお寺です。松の剪定です。すごいっす。土佐餃子が剪定するんですよ、松は。さすがですね。すごいですね、やっぱ。ここまで綺麗にすると、すごいですよ、手入れをするってことは。こちらに海が見えました。真正面海じゃないですか、あれは。海が見えてまいりました、真正面に。あれが、魚津の海か。本当はこの先に蜃気楼が見えるんですよ。これが蜃気楼の町。お、こんなとこにも神社があるじゃないですか。何の神社ですか、ここ。本当にちっちゃな神社がありますよ。ここが迷子スリア博物館なんでしょうか。さあ海が見えました。こちらは博物館っぽいですね。蜃気楼が見える場所というのはどこなのだ。きっとこの先なのか。これは何だ。観賞の日ですね、これは。そういうことですね。海の安全ですよ。この海は危険ってことですよ。ああ、素晴らしい。すがすがしい風が来ます。すがすがしいです、ここは。まさに漁港です。釣りをしてる人がいっぱいいます。何なんだろう、あのテトラポッドの形。不思議。不思議な形の造形物があります。あ、すげえ、芝の匂い。いやー、すごいところですね、これが。爽快です、眺めが。この造形物は何なんでしょうか。何を表しているのか私には想像ができませんが、すごいです。海を見渡しております。こちらに何か書いたんじゃないでしょうか。これ海じゃないですか。何なんだろう。何も書いてない。わかんない。書きました。ちょっと堤防で登ってみたいと思います。海の上に来たぞ。堤防へ来ました。そしてこちら、こんな風が飛びます。海に来たぞ。はあ、すごい。本当はこういうことですね。上の蜃気楼、鳴らせねえのかいみたいな、感染症対策かい、金もみたいな、そんな感じでしょうか。金は鳴らさないですね。ちょっとここに休憩所があるので、ここで休憩したいと思います。素晴らしい眺め。いやー、すごい眺めです。さっぱり海はいいな。ということで今日は大津駅から散歩しました。神社を見て、そして海を見ることができました。この辺でお別れしたいと思います。さよなら。